さあ、クロスロ今日も遊んでいこうと思います。で、今回はね、クエストじゃなくて、イベントちょっとやっていこうと思います。駆け出し師匠のシンボル強化物語っていうイベントなんだけど、ノーマルから火、水、木の属性ごとに戦っていくんだけど、で、ハードまでクリアして、残すはエキスパート。これら3つを、まあ、クリアすることによって、なんか交換所でなんかアイテムと景品ね、交換できますっていう、そのポイントをもらえるんだけど、なんか成長するためのなんか大谷さんみたいな感じのね、こういうのとか、あ、これでもこれ買えるじゃん、今。成長のしおり。1個で買えるじゃん。でこういう風に、補助系のキャラクターのこれ必殺技を強化するのかな、多分。で、こっちはあれだろう。進化の筆ってのは、多分これ4って書いてあるから、星4のやつの進化させるためのアイテムなんだろうな、きっと。なるほど。とにかくそういうのいっぱい買いたいから、まあクリアしなくてはいけないわけだね。やっていこう、エキスパート。火の相手だね。ってことは水がいいのか。わ。22,042。しかも何にもないわ。盤面も敵のデッキも何にもわかんないわ。これはさすがにちょっと、ちょっと育てようか。とりあえずね、全員のレベル1個上げたわ。13,500。さっきよりも90ぐらい上がったわ。これ2万に届くってどういう感じなんだろう。全員のレベルが50ぐらいいかないとダメなのかな。いや、50も足りないな。ちょ、1回やってみろ。どんだけ強いか。どんだけ強いのかちょっと試しに。もう負けることを前提に戦っていく。この差、うわぁ、体力一番の差ある。あれか、でもさ、ここでさ、もうすごい考えて時間使って、一番なんだろう、効率のいいところ、その言葉を見つけていけば勝てるのかな、これ。いたずら電話のことね。小吹きって、小吹き芋って言うよな。箱、コタってあるのかな、コタ。これ、ちょっとやってみんか。小布か。うわぁ、しょっぼ。くっさ。へぼ。誰今こうって入れたやつ。死ね、マジで。誰この2文字。3つのマスしか手に入れられなかったやつ。誰これ。名前名乗れ。恥を知れ、恥を。ここ、タイトあるか。うわぁ、こんだけしかない文字。うわ。今のもへぼいわー。ちょっと表出ろ。今、タイトってやつ選んだやつ、久保タイト。うわ、向こうすげえチェインしてる。これ、ちょっとギーいけるんじゃない？これ、メギトってあるよな。あれ、メギドだっけ？メギトだっけ？ちょっと待って、どうだ？シギ、ギシ。あー、メギトってないか。メギドか。なんかそんな歌なかった？メギドの丘みたいな。うわ、やべ、技出される。こっち何にもちょっと技出してないな。ヘボいな。あ、でもそんなに効かなかった。いやー、これは俺の単純なヘボさが出てるな。刀剣としても有名な、高知の院、土佐剣か。とってどこにある？あ、ここか。うわー、あんまりもらえないな、これ。てか、土佐しかもらえなかった。あ、土佐サメね。ウッドとがつくやつ、ちょっと狙ってった方がいいか、さすがに。うー、あるな、下の方に。ちょっと待てよ、これどうしよっかな。湖畔があるな、こう。キノコ。これいけるんじゃないか？ノコもあるよ、ノコ。で、こう。よし、来た。来た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 。相手がなんかあんまり思ったより必殺技のあれゲージ溜まってないから、助かってるわ。序盤の俺のひどいムーブが、相手に救われている格好となっている。じゃあ使うか。人間の歯にある臼歯の臼とは、人間の歯にある臼歯の臼とは何のこと？何これ？もしかしてさ、漢字のこと言ってんのかな？漢字のこと言ってんのかな。薄っていう漢字だよね。そういうこと？あ、
ちょっと分かりにくいわ、この問題は。お、減った。減った。ゴリヘリ、ゴリヘリ、ゴリヘリ、ゴリヘリ。今のゴリヘリじゃない？あ、エキスパートいけんじゃん。あれ？これ勝てるんじゃないか？7ターン。8ターン以内にこれ勝てるかもしれない。ちょっと待って、ここはちょっと時間かけよう。時間かけよう。なんかいいのないか。イカ、床、家電。いけるかな。ここぐらいしか、いや、なんかあるかな。こっち、狭。マジが。いや、ないな。いや、家で行こうか。イカ、家電もあるよな。イカでもあるのか。お、これ勝てるじゃん。なんで属性さ、すげえ。エキスパートに勝てる。あんなに戦闘力の差あったのに。てか、相手が技全然、出せなかったか。それに助けられてる感じがある。最後、いけ、セイレーン。一寸法師が、刀の代わりにした、針かなこれ。針か。針だよな。確か。ああ、よかった。よかった。まずは火のエキスパート倒せたわ。よし、じゃあ続けて今度はね、相手水属性のエキスパートちょっとやっていくわ。結局ね、相性差はね、てか、ま、この体力見れば分かると思うんだけど、1万の差があるっていうね。なんとかいけるかな。待てよ。観光、上から、観光。観光でも決まってんじゃん、これ。いじりようないよ。衝突。衝突か。衝突か。え、観光の次になんかつけれることある？何があるの？衝突、普通に衝突でいいか。衝突。まあ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 、ここはぼちぼちという感じで。意の入る言葉が見つからないというか、ないか。トツカヨットスクール。ここ取りたいな。トツカ、ツカ、ツカヤ、ツカヤとかあんのかな。集合か。え、家紋ってあんのかな。家紋あるかな。欲しいんだけど。なんか取れ。もう終わった。あ、毛のことか。何、毛棒って。強そうなんだけど。三国志。え、野衆。野衆ってあるんだ。ちょっと超技使っおっかな、ここで。てか、今気づいた。相手の敵のあの、キャラクターみんな同じなんだけど。4人中3つが。品揃えか。あ、納屋が取れる。納屋が取れる。回復と、相手の技封印。あー、意味ないとこ封印してるわ。見事に意味ないとこ封印しちゃってる。あ、でも一応意味あるか。地名を相手が作っちゃったら終わるから。てかさ、意のワードがない時点でさ、こいつらの意が作って必殺技、発動できんくない？絶対に。これ、俺、儲けてないか、これ、今。なんか、運がいいんじゃない？原野。これ、なんだ、出現か。あー、なるほど。ここで死が必要だったのか。野襲っていうのがさっきあったからさ、じゃあ、野襲ってあんのかな？ないか。ないだろうな。未章ってあるかな？あ、みかんか。みかんか。みよってないかな。キテレツ大百科みよちゃん。体力近づいてるけど、ちょっと微妙かもな、これ。あ、やばい、地名取られた？やばいな、技使われちゃう。ちょっと待って、気象。相手のマス潰さないと。あ、敵将って、これできんじゃない？敵将、三国志。できない？あー、できた！よし！
これは美味しい。敵将を討ち取ったりって言うからな。せ？あ、矢か。闇取引。闇サイト。うわぁ、俺のマス取られたのか。あ、いや、でもいいよ。超技使おうよ。購入した株価が下がり、損をした。なんか、さっきから闇サイトだか、株価暴落して損したりとか、なんか、日本の暗部を今象徴してるね。悲しい話しかない。明るい話題はないのか。あ、体力的にちょっと勝ってきた俺が。ていうかさ、相手の必殺技死にすぎじゃない？さすがに。意がないじゃん。まあ俺の茨の魔女も死んでんだけどね。4つ中3つが死んでるっていう。尖りすぎだろ向こうの。ていうか、今ちょっと連鎖しすぎじゃない？びっくりしたんだけど。本気、急に本気出してきた。効果かな。ぐらいしかなくないか。死闘とつか、とつか、とつか、いや、ないな。あ、そこ？週かってあるかな。あるかな。あった。やった。めっちゃある。めっちゃあるわ。すげえ、ヒント最強じゃん。あんまヒントに頼るプレイしたくないなと思ったんだけど。これ勝ったな。いてー、マス潰されちゃった。よし、これで勝ったろ。赤、ん？なんだこれ。赤、あ、味噌か。赤味噌か。え？いや、いいんだよね。よかったよかった。なんか今一瞬さ、ブブーって音聞こえなかった今。あれ今ダメなのかと思って一瞬。ブブーって。あ、いや、やっぱダメなんだよね。あ、あー、そっか。あー、待って、ちょっと待って。うんとその見間違え。ちょっと待って、今のうとその見間違え、これあるよ。来たー。このゲームの落とし穴来た。うんとそがマジで見にくいのね。クリスマスツリーでおなじみの木、もみの木か。うぜえ。今の一旦不必要だわ。何やっとんねん。いや、でも勝ったからよかったわ。じゃあ最後は、火の属性じゃなくて木の属性だね、相手が。と戦っていこう。結構孫悟空は好きで育ててるんだけど、それでも向こうの体力えげつねえな。一番高くないか ?3 万7千って。何そこにやった方がいいって感じか。俺マジで外海見づらいよな、これ。うん、ないわ。他のところないと思う。何にせよ。注目ぐらいかな、左の。浮く。クソ、あ、クソってあるんだ。下品な言葉ないのかなと思ったけど、あったんだ。クソだけはあるんだ。技使うか、いきなり。ちょっと待ってよ。ジャンボ宝くじの、ちょっと待って、順番変える。一等に当選し、一生分の、運かこれ。運を使い果たす。なんかさ、いちいちさ、文章がなんか、悲しいんだけど。浮かばれない結末ばっかり。陰雨ってあるんだ。みだらな雨で陰雨ってあるんだ。体力減ねえなあ、これ。体力向こう。タフすぎるだろ、これ。え？ちょっと待って、何これ。バグったんですけど。バグったんすけど、これ。何をしても意味ないんすけど、なんなんこれ。しかもさ、今気づいた。相手のパーティーこれさ、聴覚2人いるわ。ってことは、めちゃくちゃ体力あるのに、めちゃくちゃ回復しまくるっていうクソパーティーだわ、これ。うわぁ。これ何にせよ負けたかもしんないわ。しかもバグったし。なんなのこれ。